コーチマサミツは日本の男性プロレスラー。大阪府角間市出身。血液型 B 型当たった。パニツヨシアキの弟子。1994年に青柳政治が旗揚げした新格闘プロレスに入門し、同年7月26日にプロレスデビュー。その後、フリーとなり、ユニオンプロレス、SPWF、大日本プロレス、ヤタイムラプロレスなど、 様々なインディー団体に参戦した。1995年7月、ミスターヒトの引退試合の相手を務めた。1996年3月に、神戸にて行われた、東京プロレス主催の3億円タッグトーナメントに、谷津義明と組んで参戦。1回戦を勝ち抜くも2回戦のザグレート歌舞伎、大黒棒、弁慶組に敗戦。1998年7月に、 SPWF の新道場が、千葉県調整郡一宮城にオープンし、道場町となった。1998年8月に行われた、SPWF タックリーグ戦に、田熱義明と組んで参戦。決勝で、嵐、大東光組を破り優勝。1999年5月に、田熱義明のパートナーとして、有志鉄線電流爆破デスマッチのリングに上がり、 ターザン五藤組と対戦するが、病院送りにされた。2002年5月にタックマッチながら、タニツヨシアキから初勝利する。2002年7月にタニツヨシアキから2度目の勝利。2002年11月に、聴収力が旗揚げした、WJ プロレスにタニツヨシアキと共に入団し、所属選手となった。2003年3月に横浜アリーナにて、WJ プロレス旗揚げ。 本間智明と対戦した。2003年8月に WJ プロレス主催の後楽園大会にて行われた WJ アングマグマハイトーナメントの決勝で石井智博に敗れ準優勝となった。2004年2月に同団体を退団し、プロレスから一時離れた。2007年9月に北海道を拠点とするアジアンプロレスに谷津義明と共に参戦し、 約3年ぶりにプロレス復帰を果たした。2008年1月に DDT 大阪大会参戦。この DDT 参戦をきっかけに、マグニチュード、岸和田主催工業など、大阪を拠点に各インディー団体に参戦している。2010年11月に、市でもある、谷津義明の引退工業に参戦。2014年は、道頓堀プロレスや、 ブラックバファロー20周年記念興行に参戦。ありがとうございます。